全員笑顔になって帰ってくださるんですよ。それがなんかすごいいいなって思ったのと、いくらいくらの金額で、まあ、こういう色でこういう雰囲気でっていうオーダーを全部いただいて、それを本当10分15分で仕上げなきゃいけないって、もうフルオーダーメイドのお仕事って他にあんまりないと思うんですよ。だからそれがすっごい面白いなと思って。もっと私のところにネイルをやりに来てくれるお客さんだったんだけど、そマリさんがここで一緒にお店やろうって誘ってくれて、秋の花だと、私が大好きなケイトウってお花があって、今こういうなんかシックな色合い、紅葉したような色の、まあ、葉っぱとかも増えてきてるので、合わせるとすごい秋らしい風景になってきてるかな。じゃあちっちゃめの風景ですね。はい、ね、でちょっと合わせて、どうですか、ね、ご縁あります。ご縁あるわよ。私小金持ってる。ここに、あ、いた、これですね、うん、いいですか、出して、うん、いつもこう開けてね、みんながそうしてるからそうそうそう、ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、浅草にない花屋さんを作りたいなっていうのが、どうせだったらその浅草にもう、あの、既存のお店はたくさんあるので、まあ、浅草のお花屋さんで見ないお花を仕入れたりとか、浅草にはあのなかなか売ってないようなものとかを販売したいなっていう気持ちはあったので、変わったお花が多いよねとかよく言っていただくので、それが逆に私は嬉しかったりするんですけど。